それでは E ネットワークス前川雅之さんでコーダーの前仕事後仕事です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それではコーダーの前仕事後仕事というセッション始めます。今回の内容ですけど、コーディングのワークフローの流れの中で、まあ、いろいろと発生してくる作業のうちですね、コードを書くこと以外ですね、前にやる作業と後にやる作業についての、まあ、チップスとかルールを紹介していこうというセッションになります。はい、自己紹介です。前川雅之と言います。株式会社 E ネットワークスというところで会社員として働いてまして、あと CPI エヴァンジェリスト、KDDI ウェブコミュニケーションの、サーバープラグ CPI の、エヴァンジェリストとしてやっています。で、名刺の肩書としてはマークアップエンジニアです。で、岡山県で住んでいまして、まあ、岡山県で生産の仕事をやっています。まあ、他に、勉強会の講師でこんな感じで喋っていたりとか、あと書籍の執筆なんかをやっています。横にある本ですが、さっきプレゼントに入っていたかもしれないですけど、1ヶ月ほど前に、ウェブサイトこれからどうなるのというのを教授で書いております。まあ、この本はあまり各、トピックに関して深くは掘ってない本なんですけど、まあ、例えば、マークアップであるとかデザインであるとかマーケティングであるとかディレクション、ワークフロー、こういったところの、まあ、ウェブ制作の全般をですね、パーッと広く扱っている本なので、まあ、他の領域のことちょっと知りたいなみたいなことがありましたら、よかったら検討していただくと嬉しいです。はい。で、まあ、こうやって喋る自分の属性を、まあ、皆さんと共有しておいた方が、これから話すことがどういう感じになるか、そして僕の喋っている内容がどのポジションで喋っているのかっていうのが分かると思いますので、僕の属性を紹介しておきますと、会社自体はですね、サーバーとかネットワークエンジニアがからデザイナーまでですねいる、まあ、デザインからそのサーバーですね、社内にデータセンターとかもあったりするので、まあ、下のレイヤーから上のレイヤーだとデザイナーまでいるっていう20人弱の会社でそれぞれ分業してやっているような会社で、仕事自体はほぼ受託の制作です。で、住宅の元請けさんとか、発注元さんはデザイン事務所さん、特に東京の、アートディレクションなんかされてる事務所さんとか、あとは代理店ですね、広告代理店とか制作代理店からの受注を受けてやっています。で、お仕事の、地域的なものでは東京と地方7対3ぐらいで、まあ、東京のお仕事をやってるという感じです。はい、そういった人間のしゃべる、前作業と後作業です。で、今日の話の内容なんですが、まあ、前作業としては仕様の確認についてで、作業環境をどうやって構築するかで、画像の書き出しですね、コーディングするときには画像の書き出しを大体僕らは、うちの会社では、まあ、マークアップする人間がやってるんで、その作業についてで、あと作業ですが、デザインの反映をどうやってチェックするかで、あと確認のためのエミュレーターをちょっと紹介で、ちょいちょい話題に上がるのが、Google Analytics とかのトラッキングコードどう入れますかっていう話があったので、ちょっと軽く紹介して今日の話を終わっていこうと思います。まずは前作業、仕様の確認です。対象ブラウザの確認、これ多分言われた瞬間今更っていう人も結構いるかもしれないんです。で、Microsoft はもう、インターネットエクスプローラーに関してはポリシー上ですね、OS の最新版しか扱って、サポートしませんよと宣言しています。はい、このページですね。で、Android に関しては2015年ですね、大体まあ2年スパン、端末は2年スパンと言われてますから、2015年で、主なキャリアで発売されている Android 端末のバージョン 4.4 以降、レンダリングエンジンがブリンクになっている以降ですね、のものになっています。で、さらには2015年1月にはですね、4.3 以前の Web ビューですね、まだ、標準ブラウザと言われてたことのやつですね、ではもうセキュリティパッチの提供を打ち切りますよという宣言をしています。この宣言をしている、Google プラスの、ページなんですが、そういうのがあっても、この半年間で僕らが実際にやった対応で上がっているのはインターネットエクスプローラーの8の対応、さらには Android 4.0 の対応というものがあります。どちらも、それなりに東京の方の大きい企業で起きている、やつです、はい、なので、ちょっと注意しておかなきゃいけないのはやはり、事前に仕様の確認を行うこと、対象ブラウザって今だとちょっともう
大丈夫だろうっていう感じで進めちゃいがちなんですが、フレックスボックスの記述なんかも Android 4.0 入ってくると書き方がガーッと変わってきますし、ジャスティファイコンテンツあたりがどうしても旧の書き方だと苦しくなるし、フレックスラップがダメになったりとかいろいろありますので、そこあたりで、IE8 とかが入ってくると、モバイルスタートですね、モバイルから始める感じのメディアクエリの設定しちゃうと IE でいろいろと問題が出てくるっていうところがあるんで、確認をしっかりしておくことが大事だということですね。まあその他の確認項目なんですが、まあこれは軽くなります。ファイルの命名規則で、記号がダメっていうルールがあるんですよ。でそのルールの中にアットマークが含まれているケースがあったりします。なので、画像のですねレティナ対応のためにアットマーク 2X とか書いてると後で引っかかってわっという話もあります。でファイルパスの記述ルールですね、相対パスでいいか絶対パスでいいかルートパスでいいか、これ、ついて僕適正だとルートパスで書きがちなんですが、相対パスでいかなきゃダメっていう会社さんもありますので、そこの確認はで JavaScript のライブラリですね、特に jQuery なんかはバージョンしっかり確認しよう。これ、聞いてもですね、相手さんが、元請けさんがなかなか把握していないケースがあったら、その開店前のサイトを見て自分たちで確認する必要があったりしますので、そこは注意してください。はい、で、作業環境の構築、まあ、いわゆるタスクランナーとかのツールをですね利用するときに黒い画面が苦手という人は一定数どうしてもいます。でこれいい悪いではなくて、僕らは、そういったコマンドラインツールを使うのには手慣れていますが、逆に言うとイラストレーターとかフォトショップとか、プレミアとか動画編集のソフトはその辺のプロフェッショナルな人が触ってるのを後ろから見てもわけがわかんないわけで、それはどっちもどっちっていう話なんですが、その時に、Windows でいうとバッチビデオで、Mac でいうとコマートファイルというのがありまして、そういうのを活用して、作業者間で共有していくという手があります。バッチファイルですね、Windows だと .bat ファイルで、Mac だと .command ファイルっていうのを作成しまして、中に、コマンドラインでですね、動かしたいコマンドを書いて、それをすることでダブルクリックで、起動するようになります。ちょっとデモ動画で用意しましたので、ちょっと上の方にコードが書いてますが、単に、NPM スタートをしたいだけのやつなんですが、ダブルクリックするとターミナルが立ち上がってコマンドを実行してくれます。はい、で普段慣れている人だと NPM スタートとかガルプエンターぐらい押せよって思うんですけど、これ慣れてない人にはやっぱりハードルがある作業なんで、これを1個用意して、逆に言うとその1行ぐらい入力しろよっていうんだったら、このファイルぐらい1個作ってあげろよっていう話なんで、これだけで結構作業が変わってきます。で弊社なんかではやはりコマンドライン苦手な人もいますし、特に Windows のプロンプトだとディレクトリ間の移動が結構面倒だったりするんで、弊社ではですね、プロジェクトスタート、要は、案件が開始するときには、まあ、いわゆる NPM インストール、まあ、ヤンインストールでもいいですけど、そのコマンドだけ書いたバッチファイル。で、実際に構築中には、オーチャードビューのガルプって書いただけのコマンドファイル、バッチファイルを用意して、各自で作業するようにしています。はい。で、このようなツールを使っている場合は、Node.js の管理が必要になってきます。10月30日に Node.js の LTS が 6.11 から 8.9 に変わりました。で、これぐらいのバージョンが変わってくると、動かないものが出てくる可能性がやっぱりあります。はい。で、しかも、作業者間でパッケージを、作業者間で Node.js のバージョンで揃えた方がいいので、こういった時に、Node.nv と Node.list っていう、の僕らは使っています。まあ、Node.nv はですね、MacOS で使う Node.js のバージョン管理ですね、するソフトで、Node.list は Windows で管理できるソフトです。ドットノードバージョンファイルというのを共有してですね、しばらく、そのノードバージョンファイルで書いてあるバージョンを引き継いで作業するというものです。で、これ便利なのは、しばらく期間が経った後に
ね、回収したときに、例えば半年後とかに、回収の依頼が入った。じゃあ自分の、ノート JS のバージョン上げちゃった。でも前のパッケージ動かない。無理振り動かして変なところになったらどうしようっていうことにも使えるんで、これあたりはしっかり管理してた方がいい。で、ノード NV に関しては、今日セッションされる中村さんのエントリーが非常に分かりやすいので、Mac の人はこちら参照してください。はい、で、ノーディストに関しては聞いたリンクがあるので、見てみてください。これ、作業者間で共有すると、だいぶトラブル減るので、よかったら使ってみてください。はい、あと、ローカルサーバーですね。構築中あるかないかで、やっぱり作業効率って大きく変わってきます。いわゆるテストサーバーに。こう変更するたびに上げたいっていう作業を考えるとローカルサーバーでどん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 確認できた方がいいです。で、使われている方はブラウザシンクが多分皆さんおなじみじゃないかなと思います。特にタスクランナー使っている方にはもう当たり前のものです。で、単独でも活用可能です。なんかガルプの中でついつい作業してるんで、とりあえずなんかその SAS も使わない HTML ちょっと直すだけで、確認取りたいなっていう時には単独で使うっていう手もありますので、これもキータリンキーズが初めてのブラウザシンクっていうか、ちょっと単独で動かす場合ははっきり書いてますので、よかったら参考にしてください。はい、これ、結局、まあブラウザシンクを起動するためのコマンドを、まあ、ターミナルとかで打つ必要があるんですけど、これなんかもさっき言った、バッチファイルとかドットコマンドファイルを用意することで、だいぶ作業が楽になると思います。はい、でブラウザシンクでやってるときにどうしても弱点っていうのがありまして、まあ、PHP が動作しないっていうのがあります。案件によってはですね、 PHP のインクルードを使ってヘッダーとかフッターとかサイトの共通部分をもう入れ込んでるっていうケースがあったりしますので、この場合ですね、ブラウザシンクだとやっぱり厳しいです。で、UTF-8 以外の文字コードで文字化けします。はい、ブラウザシンクなので、ローカルのアパッチ環境っていうのもやっぱり別途用意しておいた方が楽で、まあ有名なのはザンプとかマンプになります。ザンプとかマンプを利用される方ってどれぐらい？ああ、もう 7-8 割、そうですね、そんな感じになっていると思います。で、僕がやってる と、ザンプマンプに関して言うと複数の案件が並行した場合にややちょっと面倒だなっていうことが感じることがありまして、まあ、案件が変わるたびにドキュメントルートに決めているフォルダーに対してデータを入れ替えたりとかですね、あと、まあ、そのままでいくのであれば、HTTPD コンフ、アパッチコンフなんかを編集してバーチャルホストを新たに足したりとか、でバーチャルホストを新たに足したらホストファイルを編集したりっていう作業が、まあ、結構煩雑になってます。なんで、僕が多分すごいマイナーなんですけど、僕が使っているツールでバーチャルホスト X というツールがあります。これ Mac 向けになるんですが、まあ、GUI の設定画面でホスト名やコンフを編集してくれます。で XIPIO の、アドレスも出してくれて、これ XIPIO っていうのがラン内でのアクセスをですね、使えるようにしてくれる、まあ、DNS のサービスみたいなものなんですがあります。で、49ドルします。これ議論が分かれるところ、まあ、コマンドをかける人にとしてはこの値段は高いんじゃねえのっていうところもあるんですが、まあ、僕は使い始めたらちょっと楽だなと思っています。まずはまあこういう画面なんですが、ホスト名指定しまして、で、ドキュメントルートになるフォルダをパーンと打ち込みます。で、これが楽だなと思うのが、アパッチコンフの設定も可能なんです。例えば拡張子 HTML で PHP を動かしたいってなるとアドタイプする必要があるんですが、アパッチ全体にそれするのも気持ち悪いっていうところで、特定のディレクトリだけ書きたいなと思ったらこの画面の中でそのコンフ書いちゃえばいいというところです。で XIPIO でドイツラン内でのアクセスが可能になります。それで、例えばスマートフォンで確認したいとかタブレットで確認したいとか欄が共有できていれば、まあ、Mac で作業してて Windows で横で確認したいということもできるという形になります。はい、で動かしてみると、まあ、PHP も動いて .html ファイル動くというものです。で、ブラウザシンクが動いていたらですね、このポートを3000にするとブラウザシンクを呼んでくれるっていう、まあ、ちょっと便利なところがあります。はい、あと WordPress の開発環境ですね、ローカルバイフライホイっていうのが
あります、最近これを使い始めて、ワードプレスの開発環境もこれ一択でいいんじゃないかぐらいに思っているやつです。まあ、ローカルで、ワードプレスの環境を構築してくれて、SSH の接続やメールキャッチもしてくれます。さらには WPCLI のサイドから入っている。優れものです。はい。ちょっとこれ、そのアプリケーションを開いた状態で、これから、ワードプレスの開発環境をローカルに作る動画を撮りましたので、ちょっと見てみてください。サイトの名前を打ち込みます。まあ、テスト0にで始めましょう。で、ローカルで保存したい場所なんかを指定します。その後に、ウェブサーバー、NGX でいいか、Apache でいいか選べます。で、PHP のバージョンもですね、選べる。7でいくのか、5系でいくのか。で、最終的な、ログインの確認とかして、アドサイトします。じゃあ、コストの書き換えがあるので、今回はパスワードを打ち込む。で、しばらく待ちます。はい。この間に、データベースの準備とかですね、ワードプレスを、セットアップ、ダウンロードしてセットアップなどしてくれて、で、インストールを行って、最終的に、はい、これで準備が完了で、もう、ローカルでワードプレスが確認できる。さらには、アドミンもいける。で、ここで右クリックして、オープンサイト SSH っていうのを開くと、SSH のログイン済みの状態で開いて、はい、これ便利です、はい、僕はもうワードプレスの開発入ったらまずはこれってローカル環境立ち上げて始めます。あとはテーマファイルだけ共有するとかプラグイン作ったらそれだけ共有するっていう形。はい、ここから画像の書き出しです。まあ CSS ナイトっていうと高野さんとかアドビ系のソフトイラストレーターフォトショップのもうプロフェッショナルがいますが、コーダーでも使うところがあるので、そのあたりのティップスを紹介します。Photoshop のアセット書き出しですね。もう、多分、スライスじゃなくてアセットだっていう人がほとんどだと思うんですが、デフォルトレイヤーの活用について。よくは、例示されているサイトだと、解像度によってフォルダを分けるような例示が多いんですよ。2倍用のフォルダがあって、はい。書き出しのハイフォルダーと、ローフォルダーがあってそれぞれに行くっていう感じになってますが、最初の記述おそらくですけどデフォルトで 100% プラス 200% で 200% でアットマーク 2x って書くと、まあ、基本的には、済みますんであんまり長々書かなくていいんじゃないかなと思っています。でさらにアセット用のですねリネームエクステンション、アドビ公式から出てるものが CC の2018でうまく動かないっていう話があったらしいんですが、こちらのブログで、CC2018 に動くリネームが出ていますので参考にしてください。で、まあこんな感じですね。デフォルトレイヤーに 100% プラス 200% アットマーク 2x って書いて、で、アセットリネーマーでファイル、拡張子を指定すると、まあ上のような感じで自動的に出してくれるというところです。はい。で、ちょいちょいハマるのが、アイコンとか作ってるとそのさっきの鍵マークじゃないですけど鍵マークのキワキワで、切り出すんですね。フォトショップ、はい、こんな感じです。で、アイコンでいくとちょっと全部四角で同じサイズで出してほしいなっていう時があると思いますが、これは、レイヤーマスクを使えば、その後余白で出してくれます。はい、レイヤーマスクっていうともともと大きいやつをから切り抜くために使うイメージですけど、余白が欲しいときには逆に大きくすると、その分余白になるっていうところがありますので、はい、小技でした。はい、で、Photoshop の入稿で悲しくなる、マークアップしてる人が悲しくなるときあると思うんです。これかな、これかなっていうのちょっとあります？はい、僕が悲しくなるのは冗談です。ああ、よかった、共感してくれたらよかった。はい、あるんですよ、冗談を何とかしてくれる Photoshop のアクションって。白の要素を透明にするフォトショップアクションというのがあります。はい、冗談ですね。書き出してみて初めて気づきます。冗談。はい、で、さっきのアクションを利用するとですね、とりあえずその冗談のレイヤーを、別、レイヤーの複製で新しい、ファイルにしてしまって、で、その状態でスクリプトを実行します。となると白いところ全部透過にしてくれるんで、で、ここで、ちゃんと PNG が出せるという形です。まあ、サイズを調整したかったらさっきのマスクなんかに利用するとですね、いいかなと思います。はい。
で、イラストレーターにもアセット書き出しあります。まあ、ご存知だとは思いますが、イラストレーターにもアセット書き出しがあって、まあ、Photoshop とはだいぶ UI が異なっていますので、あの切り方も全然違う。レイヤーにファイル名入れるようなものじゃなくて、アセットっていうちゃんとボックスがあるので、そこを使うっていう。注意点としては、書き出した画像のデータが比較的重い。Photoshop はあの、いわゆるイメージオプティングとか使うと、削減率で数パーセント、Photoshop の書き出しって結構成績いいんですけど、イラストレーターはだいぶ十何パーセントとか、あの2桁パーセント変わることがあるので、そこは注意しておきます。はい。で、アセット書き出しで何点か注意点があるんですが、書き出した画像がですね、ぼやけたり、線が切れたり、あとガビガビになったりすることがあるんです。で、これって書き出しの設定を確認してください。あのアセットの書き出しのボックスの下の方に、あの赤い線で囲っているところなんですが、これスクリーン用に書き出しダイアログを開くっていうボタンなんですけど、これボタンを押すとですね、ダイアログの中に、歯車マークがあります。で、これを押すと、アンチエリアスの設定があるんですね。で、ロゴとか使う場合は文字に最適っていうやつを使う。で、写真がガビガビになってるなっていう時には、アートに最適を使う。これ出し分けといた方がいいんで、これちょっと奥の方にいるんで気づかないことがあるんですけど、なんかロゴが流れてる線が切れるなと思っていろいろ調べてみたらここが出てきたんで、はい、僕が探し回ったってことは多分誰かも探し回ってるはずなんで、はい、これ共有しておきます。あとイラストレーターでよく出るのがマスクしてても余白が出るという問題です。はい、これですね、マスクしてる、余分なところも出ちゃうんですね。この猫の四角いところだけ出したいんだけど、実はさっき、マスク使って出しちゃったんで、その元の部分が白い余白で書き出されてしまいます。はい、これですね、一度ライブラリに登録して書き出し用にそれを、配置します。で、それを書き出し用に追加すると、ちゃんと余白がですね切れるんです。一度ライブラリに登録します。そしてライブラリから配置します。ドキュメントの中にで、アセットの書き出しに登録すると、まあ、最後の画像出してないですけど、まあ、あの猫ちゃんがちゃんと余白なしで書き出しセットされます。はい、これはですね、北村さんという方に教えていただきました。で、イラストレーター入稿で悲しくなるとき、はい、皆さんもちょっと頭に思い浮かべてください。はい、小数点のピクセルです。はい、まあ特に写真のボックスなんかだと端まで綺麗に書き出せなくなるんですね。小数点のボックスがピクセルが、あの猫ちゃんの端に白い線が出ているのは小数点のピクセルです。はい、これ三階ラボさんのアジャストアイテムズっていうイラストレーター用のスクリプトがあります。これはぜひ活用してください。もうマストぐらいだと思ってます僕は。はい、これを利用することで、いわゆる小数点の丸めを行ってくれます。なので、それを使って、まあ手で調整してもいいんですけど、調整後はちゃんと綺麗に写真が出るという感じです。はい、あと作業の話になります。デザインとの整合性の確認です。まあ結局これは目で見ざるを得ない部分があるんですが、よく使っているのがパーフェクトピクセルというクロームの拡張です。はい、これですね、とりあえずデザインというかカンプですね、カンプを、1枚のファイルにパンと書き出します。 PNG でも JPEG でもいいです。これをですねブラウザのレンダリングの上に画像として載せてくれます。はい、で位置の微調整もできまして、透明度の変更とか、あとちょっと見づらいなと思ったら色の判定なんかもしてくれるので、ちょっとした調整には楽だと思います。はい、いわゆるピクセルパーフェクト案件では大活躍です。でちょっと変わり種なんですが、フルイドブラウザーというのがありまして、半透明になるブラウザーです。何百円かいりましたけど、でこれですねブラウザなんで、ブラウザシンク効きます。なのでカンプの上にフルイドブラウザを置いて、で半透明にして、でコードをバーッといじりながら、あの反映度を確認するなんていう、また例によってピクセルパーフェクトの案件では結構活躍してますが、まあ、パーフェクトピクセルだけでいいかなという気もしています。はい、
あと、Chrome の Dev Tools のですね、スクリーンショットを撮る機能、最近つきました。これ非常にありがたい機能です。で、これは逆にですね、まあ、GAMPでいただく場合って、例えば1100ピクセルとか1200ピクセルとかいう幅が決まった状態で、入稿されて、で、まあ、それをある程度こうフレキシブルにマークアップすると思うんですが、これなんかは、Chrome の Dev ツール使って、GAMPと幅を合わせて、数字を合わせて、で、その上で、スクリーンショット、それで、デザイン、まあ、Photoshop なりイラストレーターの上にポンと置いて、レイヤーを透明度調整して、まあ、かぶせてみるっていうところです。こういった作業って、まあ、ピクセルパーフェクトだけじゃなくて、例えばカンプいただきました、別にきっちり合わせなくてもいいけど、一回上に載せてみると、なんか長さが短いなってなると、なんか必要な情報要素がパンと抜けてる可能性もありますし、妙に長いとこう繰り返すところが多かったりっていうところもありますから、こう極端な速度も確認しやすいんで、こういった作業を一度挟むといいんじゃないかなと思います。はい。で、エミュレーターの株お話です。まあ、Mac 使っている人はもう、Mac で Web 制作やっている人は、これについてあまり語る必要はないかなと思います。iOS のエミュレーター、X コード入れることで入ります。はい。今、もう何人か持っている人いるらしいんですけど、iPhone X、なかなか入手困難ですが、ちゃんとエミュレーター、シミュレーターには入ってますので、動作確認取りたいとか、こちらで、どんな風に見えるのかなっていう風に、これ使います。で、あと、Android の、エミュレーターですね、リモートテストキットが使える会社さんならいいんですが、なかなかそういう会社さんもそれほど多くないと思うので、ジェニモーションというものを紹介しておきます。はい、これですね、さまざまなバージョンの Android のエミュレーターが入っています。はい、バーチャルボックスなんかいるやつですが、これ使うことで、エミュレーションして、で USB 接続も、模擬的にやってくれますので、Dev ツールで、デバッグも可能です。あの 4.4 以降かな、あの Chrome、Android Chrome の端末では動いてくれます。デバッグできます。はい。さらに古いバージョンもあったりするんで、4.1 でおかしいってなったら、まあぴったりそのまんまの端末バージョンじゃないかもしれないですけど、ある程度のこうチェックはできます。はい、個人仕様に関してはフリーでいける形になっています。まあ会社で起業する場合は年間136ドルかなぐらいかかりますが、まあそのあたりでいけますので、よかったら使ってみてください。はい、でちょいちょい聞かれるんで、ちょっと最後にですね、あのそこまで深く掘らないですけど、ちょっと触れておきます。Google Analytics 最終段階でなぜか来ません？コード入れてくれっていう、最初から決まってないかなそれっていう感じになるんですが、まあ僕もよくなんか全部コーディングしてテストサーバー上げて、で確認 OK です、じゃあトラッキング入れてくださいってなったりするんです。まあこれでスクロールデックスとかだったりすると結構大変だったりするんですけど、まあまあそんな話です。で、それを入れます。でよくある、例で言うとオンクリックに属性に書くっていう感じになって、オンクリックがこんなことになったりしませんか。はい、こんなオンクリックになる理由っていうのが、これはですね、昔の Google Analytics、はい、ユニバーサルアナリティクスと言われる前のアナリティクスですね、であったり、まあ、現行のアナリティクスで、あと Google タグマネージャーのためのトラッキングモードが混在するとこんなことになるですね。でも実際ですね、送っている関数っていうのがそれぞれ書き方違うんですけど、送っている符号っていうのは基本一緒なんですよ。はい、なので僕がやるとき、QGA がいないとか、ユニバーサルアナリティクスだけだとか、タグマネだっていうところははっきり分かっておけばいいんですけど、結構ね、あるのが、その、いわゆる超大きな企業で、で、僕ら政策だと、大きな企業があるからといって、大きな企業を全部見るわけじゃないじゃないですか。例えば新しい商品が出たのでそこの LP 作ってくださいとか、でその商品の、その会社の商品ページだけ、この商品ページだけ常にメンテナンスしますよっていう形になります。で担当者間によってですね、 Google Analytics の使い方が違ったりするんですね。はい、なので、で、その会社さんから送られてくるドキュメントはこうやっぱりみんな
含んだドキュメントになっちゃって、分かりにくいですが、実際には送っているものって、まあ、ケースはいろいろあるんで、これ絶対正解じゃないんですけど、大体3つの符号をいろんな関数で送ってるんです。なので、その3つの符号をもうデータ属性にまとめてしまいます。はい。で、実際にどういう、ものが動いているかっていうことをベースで取得します。いわゆるユニバーサルアナリティクス、今のアナリティクスっていうのは、GA というですね、関数型のオブジェクトをグローバルに入れますので、それがいるかどうかですね。で、旧アナリティクスだと、アンスコの、GA キューブ。で、それが、ファンクションであるかどうかとか、あと、データレイヤーですね。タグマネだとデータレイヤーというグローバルオブジェクトが入っています。で、それがいるかどうかで、それぞれがですね、動いているかどうか確認する。で、確認した上で、必要なものだけ送信していくという感じです。これ、JQuery でコードを書いた例になりますが、ユニバーサルアナリティクスだと、まあ、この if 文の順番ですね、上がユニバーサルアナリティクス、真ん中が旧アナリティクス、で、タグマネではこういう形になります。まあ、タグマネの場合ですね、もうちょっといろんなバリエーションがあるんで、あくまでもこれ1例ぐらい置いといてほしいんですが、まあ、その場合は属性追加してあげるとかで対応できるんじゃないかなと思っています。はい。まとめに入ります。前作業としては仕様の確認。もうこれはしっかりやる。はい。しっかりやっても後が出てくることがありますが、しっかりやる。で、作業環境の構築ですが、チームのためと未来の自分のためっていう側面があります。そして効率よくやるために、まあ、いろんなツール使っていきましょうというところです。で、画像の確認ですね。デザイナーさんのイメージが強いフォトショップ、イラストレーターですが、コーダーが実際作業していくための助かる機能はありますし、ある程度操作しないとコーダーもですね、妙な、余計な苦労しかねないというところで知っておいた方がいいと思います。で、あと作業になりますが、デザインの反映チェック。ざっくりでもきっちりでも、やっぱり目で確認できると分かりやすいので、まあ、そういったツールを使っていった方がいいんじゃないかなと。で、エミュレーターに関しては、まあ、時期がない。という時でもある程度まではここで保証できます。で、ある程度までここでやって最後実機でやってくださいっていうのをお願いするっていうところは、まあ、筋としてはあるんじゃないかなと思います。で、トラッキングとコードに関しては、まあ、コードを見通しよくですね書くことが、これトラッキングコードのあそこが間違えてるって言われても、あのオンクリックの中探したくないんで、はい、なので、まあ、このあたりは見通しよくコードを書くことでいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあ、コードを書く以外にも様々なティップツールってあるんです。はい。で、まあ、今日のお話で、僕のお話で何か一つでも得したなっていうことがあればよかったんですが、あればいいんですが、多分皆さんにもですね、自分だけみんな知ってるだろうなと思いながら、意外と言ってみると、あ、そんなのあったんねっていうのがあると思いますんで、よかったらですね、私に教えてくれたり、今日の話を種にして、そういえばあれあったねって同僚と話してくれるとですね、非常に嬉しいなと思っております。以上です。ありがとうございました。